オスカル・フレーレ・ゴーメスは、スペイン・カンタブリア州のトレラベーガ出身の自転車プロロードレース選手。1998年プロデビュー。膝の故障や原因不明の腰痛、頭痛など数々の苦難を乗り越え、1999年、2001年、2004年と3度に、渡って世界選手権を制覇する偉業を成し遂げているスプリンター。 身長1 7 1トルとスプリンターとしては非常に小柄だが爆発的なスプリント力と巧みなコース取りを得意としておりゴール前で混戦になった時に本領を発揮する。だが状況によっては逃げや追走の集団に加わって勝利を目指すこともあり一般的なスプリンターの枠に当てはまらない走りをしばしば見せるがこうした一人でも勝ちに行くことのできるスタイルは 天性のものではなく、マページ代にアシストを務めてくれる選手が、ほとんどいない環境だったことから必然的に、養われたものである。また、今でも重要なレースの前には、事前の綿密なコースチェックを欠かさないなど、研究熱心な性格であり、今もたゆまぬ努力を続けていることが、大きなレースでの勝利につながっている。 小柄な体格を生かして登りもそれなりにこなせるため、登り勾配気味のスプリントや、軽い登り基調のコースでも遅れることなく、ゴールスプリントに参加できるほか、山岳ステージで、タイムアウトで失格になることがほとんどないのも強みで、ある。ないは、ステージ勝利数世界選手権クラシックレース。ありがとうございます。